合格駅。合格駅は、以前は五霞駅といって、昭和2年にできた駅です。当時、五霞村という地名だったので、この名前がつきましたが、難しい読み方ですね。ひなびた昭和な雰囲気の、いい駅です。これは現在の地図ですが、駅の周りには、受験合格のお地蔵様がたくさん。そこで地域おこしの、チームおもしろ五霞駅の皆さんが、駅名を合格駅に変えては、と発案しました。この方が、チームおもしろ五霞駅の会長さんです。新聞にも取り上げられたんだよ、と嬉しそうに教えてくださいました。駅名が正式に合格駅に変わったのは2020年、令和2年です。この写真はその前年に撮ったものですが、もう合格駅の看板が上がっていますね。待合室の様子です。合格地蔵様が祀られていますね。これは2018年、平成30年に待合室から撮りました。同じ構図で2023年、令和5年の動画です。これも待合室からの2018年の写真と2023年の動画です。これは2018年、平成30年に撮った五霞駅を通過する川ねじ号の写真です。これが五霞駅を通過する桜号です。駅周辺も大きく変わりました。これは2015年、平成27年に撮った駅のすぐ横の踏切を走る川ねじ号です。2023年にほぼ同じ構図で撮ってみました。便利で綺麗になるのはいいことですが、少し寂しい気がします。それでは合格駅を通過する川ねじ号をご覧ください。